バリバリバリとゴーっていう音の、現場の人たちがガスマスクして逃げてって、あ、ただごとじゃないなと思って、私もすぐ車出発させたんですけど。こう話すのは、調査現場に弁当の配達に訪れていた女性です。南越町にある地熱発電の調査現場では、先月29日、掘削作業中に大量に蒸気が噴出。突然の事態に女性は自力で避難しましたが、直後体に異変があったといいます。硫黄の匂いがもうものすごくて、すぐに頭痛と吐き気がしてきて、硫化水素中毒っていう形で処置をしていただいて、1泊2日で退院してきました。診断書には硫化水素中毒の文字が。三井石油開発は今日になってホームページで硫化水素中毒と診断された人がいたと発表。4日前には事実を把握していたといいます。近隣住民の皆様の不安を煽ることを防ぐため公表を控えていました。かえってご不安を招くこととなりましたことをお詫び申し上げます。また三井石油開発はこれまで周辺で行っているモニタリング調査をもとに、一般の人が入れる場所では硫化水素は検出されていないとだけ公表してきましたが、今日敷地内からは当初から硫化水素が検出されていたことを明らかにしました。三井石油開発は午後7時から町内で説明会を開き、今回の蒸気噴出について改めて住民に説明することにしています。